すんですけど、まあ、頭と首と、まあ、足元守るっていう感じで、まあ、一応、まあ、アドバイザーという形で、お手伝いしている、生徒奥の細道というサイトをやっている原沢といいます。今回、主催と、あと、全体の流れとかを見て、ちょっと、まあ、今後に生かせるようないろいろアドバイスができたらなと思います。なので、はい、今日はよろしくお願いします。で、この後、浴室の方に移動します。で、さっき言った通り停電の設定で、かなり暗くするので、ちょっと男湯だと外に向かった窓がある関係で電気を落ちても結構明るいんですね。なので今回は、まあ、男の方も女の方も、女湯の方に、まあ、お客さんという設定で入っていただくことになります。いたんですが、まあ、銭湯ってかなりやっぱり特殊な建物だと思うんですね。他の商売、商店とかだったら普通に服着てて靴履いてたりもするので避難誘導が簡単なんですけど、やっぱり裸で裸足だっていうことでなかなか急には逃げられないっていうことがあるので、やっぱりその中でやっぱり従業員の方とかの避難誘導とか的確な指示とかいうのが結構重要になって、まあで逆にお客さんがわたわたしちゃって勝手に動き出しちゃったりすると、今みたいな暗い中だと滑って転んで二次災害みたいなことにもなるので、まあ、従業員の方はなるべく本当今日はちょっと使わなかったんですけど、こういうこの昔使ってた銭湯も結構あるのかな、こういうハンドベルとかで地震です、地震です、地震です、これくらい大きい声出さないと聞こえないです、浴室内では。はっきり言ってやっぱり東北の時にも実際聞いた話だと、あれだけ大きい地震があって津波が来るっていう状況なのに気づかずにまだお風呂入ってたおじいちゃんがいたっていう話も実際聞いてるので、それこそこれくらい大きい地震があったから誰も みんな気づいてるだろうって思ったら、ちょっとやっぱりそこはで今日は最後最終でお客さんが残ってないかっていうのは確認していただいたのはすごくいいことだと。やっぱりお客さん残ってる可能性があるので逃げ遅れたりとか、するのがすごく危険なので、そこはやっぱり重要かなと思います。で、またか銭湯なので火災とかが起こるとまた速やかに外に避難したりもしないといけないんですが、基本的にはやっぱり崩落、建物の崩落、今言ったとおり建物が丈夫で崩落の危険性とかなかったりとか、まあ、火事の可能性がなければ、消防署の方が言ったとおり、まあ、基本的には安全な場所に避難、一時避難して、まあ、安全を確保するっていう形になります。で、で従業員の方は基本的に、まあ、普段お風呂清掃に入るとき裸足の方とかもいるかと思うんですけど、やっぱり避難誘導する消防 の従業員の方が怪我しちゃうと元の子もないので誰も指示する人がいなくなっちゃうので、まあ、こういう非常時の時はなるべく靴とかサンダルも履いて頭を守った上で避難誘導するのがいいかと思います。 でここも、まあ、普段はお客さん見えないようにのれんとかもついてるんですけど、こういうのはなるべくもう災害の時はもう全部外してなるべくその動線がはっきりと見える形で、で今避難誘導した時も中央とか あちらっていうふうに言ってた。やっぱりそれだとやっぱりお客さんも
やっぱり具体定性がないのでやっぱりわたわたしちゃうので、やっぱり従業員の方がもう手を挙げてここに集まってくださいとか僕についてきてくださいとか具体的に目に見える形で避難誘導した方が混乱はないと思います。やっぱりあそことか休憩所とか脱衣所ってやっぱり人によって捉え方が多少変わってきたりもするので、視覚で見てここに集まってくださいとかここにいてくださいとか、もう具体的にもう指示した方がお客さんの混乱も。きっかけはやっぱり僕ずっと東北とか、はい、まあ、熊本の銭湯の方との知り合いで、いろいろまあその災害の時の話とかをいろいろ聞いていたんですね。でもそういうのが、まあ、大変だったとか、まあ、なんかいう話はざっくりとしか伝わってなくて、結構そういうと実際に災害にあった銭湯の話とかがやっぱり具体的に記録として残ってなかったりとか次につながってなかったっていうのがあったので、で、まあ、今回その、まあ、僕もマニュアルとか作ったりとかしてたんですけど、やっぱり、まあ、分かりやすい形っていうか、まあ、誰でも参加しやすくてどの銭湯でも実施できるような形でのこういう、まあ銭湯での避難訓練防災銭湯っていうのを実施することになりました、はい、一応これはやっぱり本当どこの銭湯もやっぱり設備が違うので、どこの銭湯でやっても効果があるイベントだし、できるイベントだと思ってるので、まあやりやすいイベントではあるので、本当どこの銭湯にも本当広がれて、どこの銭湯でもやってるような形になればいいかなと思ってます。やっぱり訓練なので定期的にやるのが大事だと思うので、ですね、やっぱりこう最近地震が多いとか、はい、大きな地震が来るって言われてるん で、はい、で銭湯っていうのはどうしても皆さん裸、それをどうやって逃げたらいいか、どうやって私たちが誘導したらいいかっていうのを、やりたかったんで、はい、で今回すごい勉強になりました。はい、うまくこう進行してこううまくいったとは思うんですけども、まだまだこれからやらなきゃいけない課題もあったと思うんで、はい、こういうことはもっといろんな銭湯さんでやっていただきたいと思います。はい。